Hello， 各位观众好，今天是9月9号破晓传奇诞生的一天啊，离我们上一款作品 TOB 呢过了五年，整整五年，你一款游戏要做五年，那也是没办法的，等了非常久的时间。那这次我们会用这个简单模式光速，哎，等一下，它没有简单模式哦，所以普通等于简单，好。那就开始吧。不爽不要玩，爽了。かつて、我らの母なるダナの大地は不滅だとも言われていた。我印象中这是讲述一个殖民和被殖民的故事。神々の住まう地、死者が行こう園だと言われた。我们要反抗。すべてデタラメだ。哎，完了，画风突变。想像を絶するレナの技術、輝く甲冑に身を包んだ装甲兵、そして恐るべきズーグルの前、原来我们是被外星人殖民的。唐突にその終わりを告げた。300年前のこと。因为每一代它都是独立的故事线。所以新手完全可以入坑。レナの支配するところと思う。そして今、五稜の一つ、オルブスカラグリアを治める火のマスターコアを持つ無常なスピエザ。岩と砂塵に覆われた。不毛の大地、絶え間ない炎がなぶるカラグリア、そしてレナの兵士に苛まれない。欢迎来到北韩。終わりのない苦役を重ね続ける日。己の死。ただそれのみ。苦しみの終わりを告げるのだ。誰もがそう信じていた。かつては这样的生活维持300年，太惨了。这个就是我们要的，我们要自由。看一下 PS5 的这个高画质表现，这个就是60帧吗？你宝，是的。监工，你看他偷懒，扁他。哎、欸，这太虐待了吧！这是要怎么推？何をしている？もっと力を込めろ！しつき！这是我们的男主。男主有一个设定是他不会感受到痛觉。很微妙。俺が。奴隷同士、傷の舐め合いか？そんな勝手が許されるとでも。集合！第三分隊集合！せっ、さっさと行け！ありがとう、デッカメン。怪我はなかったか、ココル。うん、大丈夫だよ。デッカメン、傷が、うん、どこに見てもらわないと。そうか、そうだな。好了、来到我们这个游戏的开局。
哎，不要闲晃，抱歉。没痛觉就是身体就没有警讯，我身体会爆开。またドクにどやされるな。またお前か。すまない、ドク。謝るくらいなら最初からするな、俺。相変わらず何も思い出せんままか。ああ。たまに例の夢を見る以外は。他不是手臂上有个东东、应该是奴隶的证明吧。おまけに痛みも感じないのにおせっかい焼きときた。難儀なやつだ。それ。痛みを感じないと言っても、傷はしっかり負うし。在很多异世界番都会有那种奴隶的设定。気がつかないうちにあの夜行きだぞ。今日も誰かが死ぬのを見た。其实通常主角都会对奴隶。死体はもっとだ。奴隷の死体なぞ。ここじゃ一番ありふれとる。死ぬのはいつも誰だ。レナは見ているだけ。いつまでこんなことが続くんだ。どうして誰も立ち上がろうとしない。什么？你想反抗是不是？现在全岛都在你的监控中啊。誰にわかるものか。わしに言えるのは、この300年の間にダナ人の放棄は何度もあったが、結果はお前が見ている通りだってことだけだ。这部作品充满了独立思想。傷が開かんよ。要变了。しばらくはおとなしくしとけ。ドク、あんたは何もわからない俺にここでの暮らし方を教えてくれた。それは感謝している。だけど俺は。そう焦るな。少なくともお前はわしより若い。自節を待て。自分のことも世の中のこともだ。ぼちぼち今日の労働も終わる頃だ。腐ってないで風にでも当たってこい。奴隷にだってそのくらいの贅沢は許される。だが余計なことはするなよ。ただでさえ仮面の奴隷は目立つんだからな。部屋に戻るか。回房吧。咚咚。认真工作，认真工作。前面那个女的还在混呢，是不是？啊！我是奴隶的。看什么看？想被揍啊？好，好啊。なのになぜ俺には怖がない？哇！哦，是男的，那算了。顔や記憶だって。雷涅基斯、嗯、哦还好 他不是人。不管发光眼对我做什么都不要反抗。发光眼是指他们这个装甲，好像不是。早く休もう。何度持ち主が変わったのかわからない寝床。今は俺が使っている。今日と同じ明日が待っている。眠ろう。明天再努力。
作業場に行かないとな。好了，时间该来爆点了。让我猜，等一下那个照顾我们的大哥会死掉，然后我们再起身反抗，完美，这是我的剧本。我们是他们的萝莉。またレナのための労働の一日が始まる。王道，没错。死ぬまで逃れられない。我需要一点爆点。之前我玩那个飞鸿解析的时候，我就讲女主的姐姐她会怎么样，然后就成真了。グズグズするな、奴隷ども。さっさと取り掛かれ。鬼之预测。不过现在 RPG 的套路都很像啊，所以剧情比较好猜。那会变成是有些剧情就是比较反主流。哦，哇！你看这个动画，花了5年的动画，各位介绍我新的老婆。哎，有点危险，那还是不要好了。Don't touch me， 新天取经。在看啊！别搞我！哎，新婆来了。安达。啊？あそこだ！待て！出して！え？いいから早く！僕だ。手間かけさせやがって。出会いた
身手让我想到一个男人插队。但通常下场都不好。恶魔的左手。これでも暗いな。哇，哎，干，有点屌。这个就是 TOB 没办法达成的演出。鋭になり損ねた以上、貴様らはこのビエゾのために生きて死ぬ定めなのだ。わかったなら、さっさとシオンを俺の前に連れてこい。酒がまずくなるわ。ご機嫌斜めですな。オルブスカラグリアスルドエルボルゼロ。いや、ビエゾと呼ばせているのでしたな。这个是愉悦吗？ガナベルとワルキリス、何用だ？何やらお足元が騒がしいようでしたのでな。同じするどのよし。怎么听到这个声音就有点怕怕了？哎，你不要搞我哎，不要背刺我。心にもないことを抜かしおるわ。こそこそと嗅ぎ回りおって。これはしたり、過去二度もするどの座につきながら王に届かなかった恩味だ。あるいは難中しているのではと思ったのですが。失せろ、貴様の知ったことではないわ。こたびの鋭ぶりが常にない速さで進行している。結果が出るのもそう先のことではありますまい。その時を楽しみにしておれ。今日この会話忘れまいぞ。同感ですな。同感です。では失礼。我觉得麻婆做最恶心的事情就是他拿赤岭的刀，赤岭他爸的刀送给岭，然后内心露出微笑，就是把凶器送给人家的女儿，干这超坏的。我不能笑，我现在还不能笑。ここ。気がついた？あんた。ティルザよ。紅のカラスのイム担当。ここは私たちの隠れ家。紅のカラス。あら、聞いたことない？抵抗組織よ、ダナ人のね。光目どもに一泡吹かせるのが仕事。ダナの抵抗組織。大家记住这个女生。そんなものがあったのか。我觉得她有70%会便当。少しは有名になってきた。就是我们组织会突然爆炸了嘛，嘣。むしろ私はあなたの噂を聞いたことがあるわよ、鉄仮面さん。不然就是首领、他是内奸。外れないんでしょ？ああ、なぜつけているのかもわからないんだ。俺と一緒にいた女性は？ああ、ずいぶん変わった子よね。今ジルファが尋問しているはずよ、牢屋で。牢屋？どうして？だって。気になるなら行ってみたら。牢屋で尋問だって。何がどうなってる。よ、確かめないと。发光眼只为了生活。发光眼是某个代称吧。啊呀！哇！そう、やっぱりだ。酥酥麻麻。叩けてこんな雷でも打たれたみたいに。何をしているんだ。目が覚めたか。何なんだこれは。彼女が一体。黙っとろ。本人の意思に関係なく触れた者に激痛を与えるか。
毒や精霊術とも違う。これが鋭の兵がお前を追う理由か。数日前、急にビエゾの周囲が慌ただしくなった。探ってみたところ、繰り返し茨という言葉に出くわした。そこに触れることのできないお前だ。あんたのことが何一つ分かってないわけじゃないんだぜ。シオン、アイメリス。今の名前、じゃあ彼女は？なんだ、気づいてなかったのか。そうだよ、この女は名字を持っている。つまりレナってことさ。敵だよ。マレイ人、抓到。彼女はレナの兵隊に追われてて、だから俺は。そこが俺たちも知りたいところさ。来てるものをベストすりゃ、ダナとレナの見てくれの違いなんざ、目が光るかどうかくらいだしな。だろ、光目。精霊術。发光眼是指那个那些外星人。俺たちは石付きじゃない。見ろ、お前らに埋め込まれた石はどこにある。あるものか。お前らと戦うと決めた時、俺たちは自らえぐり取ったんだ。この傷跡にかけて、俺たちは必ずお前らレナを。確かに俺たちダナは精霊術を使えない。が、お前のその茨も、ここから逃げる役には立ちそうにないな。周りを痛がらせるだけとは、全く大した能力だぜ。違う。こんな呪いが、私の能力のものか！まあいい。いずれにせよ、お前にビエゾが執着する何かがある。それを確かめるまでは。敵襲だ！どこも嗅ぎつけられた。手はず通り脱出だ。急げ。彼女も移せ。抵抗するようなら、長い棒か槍を使え。わかった。おい、鉄亀！悪いが自力でうまいこと逃げろ。あんたはどうするんだ？客を出迎える。無駄死にするなよ。ほら、早く！妙な真似はするなよ。あ、什么时候可以拔刀啊？敵襲だ！敵襲。レナの兵隊が来たのか。哦，现在不用装备了吗？系统 DLC。哎，这是领取清单吗？哇，太神了啊！可以全都领吗？哎呦喂！哇哇！经典 BGM 包，太神了 ！TO X TO Z TO B， 什么都有。三人组合包。不愧是花了3000块买的，钱都有了。太神了！真的真的。该不会我们现在就可以用外观了吧？哈哈哈！可以耶，我可以哇！一开始，哈哈哈！一开始我们穿泳装应该蛮好笑。不觉得哪里怪怪的吗？我靠，太中二了吧！我劝你别惹我。早く脱出しないと。戦うやつは武器を取れ。そう。どうしてここがバレたんだ。俺の知らないところでずっとこんな戦いが繰り広げられていたのか。主播、这个是爱破爱神吗？哎、他翅膀飘得很漂亮哎。なんだ。厉害哦。
おい、ここにレナ人がいたはずだ。今どこにいる？それは神洞。さっさと答えろ。お前もハントの一味なのだろうだ。え、我的面具他换了。答えるとでも思ってるのか？なんだこの石突き。レナの総攻兵に挑む気か。好，战斗教学，阿万用普攻，然后你有三个技能可以使用，阿兔加方向键可以回避。简单的战斗。おとなしくやられてたまるか。終わりだ。勝利と。下げろ。不过主角有个能力用起来会很危险，就是他会一直扣血，所以如果你的血线没办法维持的话，就是双面刃。其实跟 TOB 的主角很像，就是你狂用技能会扣血扣血扣血，然后你就死了。真的帅。可是我觉得翅膀应该要弄同调色。欸，你有发现我长得不一样吗？反逆者、シオンビメルアイメルス大魔、ツルドビエゾ閣下の名のもとに拘束する。武器を捨てろ。ここまで来て。嘿，挡住了啦。何を考えてるの？装甲兵相手に。うるさい。今のうちにさっさと逃げればいいだろう。飛んでいろ、ドレイ。我らレナの問題に首を突っ込むな。お前。二人がかりの方が確実よ。それにダナ人に借りを作る気もないわ。勝手にしろ。好，我们队友有连招了。私の判断。他现在是可以用速记了。开始我们只有三格哎，超少。なぜ私を助けたの？ダナ人がレナ人を憎む理由はあっても助ける理由はないはずよ。有氪金武器吗？武器应该是没氪金的啦。ただ他の連中ほど不行，那个练就我很粗细。我们顶多就是让他们穿泳装就好了。以前にどこかで会ったことはないか？あいにくダナ人に知り合いはいないわ。そうか。だよな。俺は自分の過去を覚えていないんだ。顔もこの有様で何の手がかりもない。それで私が何か知っていると思ったわけ？顔もわからないのに。ああそうだよ。だからあんたを助けたのもただの俺の都合さ。それにどうせ俺は傷の痛みも感じないしな。痛み？あなた痛みを感じないの？ああ、痛みも顔も記憶もない。痛みを感じる。自分が奴隷だってこと以外俺には何もないんだ。名前は？それもわからないの。鉄仮面。俺を拾ってくれた人。最近很流行的梗是那个丁特有一部影片。本当の名前。他大学的时候拍的。忘れないように。你感觉不到痛吗？今度はどこに行く気だ？外よ。そのために戦ったばかりじゃない。
我们装备还是换的正常一点好了，还是我们帮女主穿泳装，大家最想看。その仮面当たり前だ。でなきゃどうして転ばずに済んでると思う。なんなのそれは。この面具哪来的？我不知道。知るもんか。昔のことは思い出せないし、気がついた時にはつけていたんだ。この面具怎么了吗？俺だって外せるものなら外したいさ。飯は食べにくいし、痒い時に顔をかけないのも最悪だ。还不能抓。そんなことより、その姿で今まで生きてこれたことが驚きだわ。ダナの仲間で。気にするやつはほとんどいない。するだけ無意味なんだ。俺たちの境遇じゃな。総攻兵は怪しまれなかったの。確かに連中は俺たちの命なんて何とも思っちゃいない。だが目立たないようにしていれば大抵は無視される。正直やる気がないように見えることもある。仲間が言うにはむやみに奴隷を殺してそれで作業が遅れれば結局自分たちが怒られることになるからじゃないかって話だ。その辺はあんたの方が詳しいんじゃないのか。私はスルドの部下ではないわ。ただそうね、300年間変化のない支配の下で觉得腻了、兵士も産んでいるのか。打奴隶不好玩。その意味ではこの騒ぎは彼らにとっていい刺激でしょうね。退屈しのぎで殺されてたまるか。抱歉了，换回来了。其实有些服装也蛮帅的。看一下哦，戒除三这个嘛，武器有外观哎，哇，哈，氪金武器是你，这就是我的荧光棒。亮哦，天哪！女生还不能换，坏了。生き延びたようだな。逃げたと聞いて待っていたが、鉄仮面と一緒とはな。お互いまだ装甲兵に捕まるわけにはいかん身だ。ついてくるなら手間が省ける。あんたの仲間はこの先にいる。俺たちも行くぞ。おお、自動化。動くな、反逆者ども。隠れが一つ襲うのにこれだけの戦力を差し向けるとは。裏切り者を捕らえろ。他は皆殺しだ。自分に埋め込んでいたのか。もういい。あれを奪い返せば殺しても構わん。突撃。あれはちょっと音響が有点。
大丈夫か？その手。我烧起来了。痛みを感じない体で助かった。痛みがない。おい、そうなのか。動かないで。那我蛮适合用这把武器的。これが私の精霊術よ。使い手をも焼く炎の剣とそれを癒す治癒の術。痛みを感じない男と触れると痛い女か。面白い。ありがとう、シオン。那你下一句话嘞？都不讲完嘞。さてと、敵の残党が体勢を立て直す前にさっさと突破するか。鉄仮面、お前も来るか？もちろんだ。ここまで来て一人帰るなんてありえない。私を解放する気はなさそうね。気の毒だがな、一緒に来てもらう。なら一つ言っておくわ。あの炎の剣は私が許さない限り使えないわよ。それには及ばん。あの一撃を逃れた奴はそう多くなさそうだからな。あの炎の剣の力、鋭に匹敵するかも。いえ、もしかしたらそれ以上の。本当に大丈夫なのか？何の話？傷だ。敵の攻撃がまともに当たっただろう。それにあの炎。当たったのはマスターコアのところだから何ともないわ。炎も熱くはなかった。多分精霊力が形を成す過程だったから。それを言うなら、あなたは本当に痛みがないのね。信じてなかったのか？そういうわけじゃないわ。手に大やけどを負って平然としているのを見て改めて実感したというだけ。皮肉なものね。触れたもの全てに痛みをもたらす私が同じ痛みをもたらす剣を使うことができないなんて。自分も痛みを感じなければって思うのか？気づかないうちに指が燃え落ちるかもしれないんだぞ。だから何？いいこと。私には力が必要なの。今まで見てきた中であの炎の剣より強力なものなんてなかった。目的が果たせれば自分がどうなってもいいっていうのか？知ったような口聞かないで。俺にはわからない。そんな自分で自分を捨て駒扱いみたいにするなんて、奴隷が強いられてきたことを望んでするなんて。耶、我可以换泳装了。外观 switch。哦，这套也是漂亮。女学生，女王泳装。学生马尾，哎，这个服装让我想到那个，弹丸论破里面的反派，有种不好的回忆、啊，扎那么高，真是好看，驯狼之尾，哇吼，他跟那个头发有点盖到了。看起来不舒服。为什么他们武器都做那么丑啊？